さあ、本日も野崎フォークジャンプに無事に始まることができました。お久しぶり、1ヶ月ぶりでございます。2月もなんとか本日も無事に開催できたことを感謝しております。もちろんですね、コロナ対策ということで大阪は大都市野崎前公園、新型コロナウイルス感染予防対策12項目のガイドラインを守りながら熱い思いで行いたいと思います。まずは大東市の地域盛り上げの町おこしのボランティアイベントで、これ音楽イベントやって以来でやっておりますが、本来この音楽イベントは入場無料で、ここに客席があるんですけど、もちろん今12項目のガイドライン無観客でやってくださいということで、無観客のインターネットの放送のみでございます。そしてアルコール消毒、そして検温などなどですね。いつまでカメラ回しろ、片山 D が今日はいませんね、内田美津のカメラよろしく。はい、片山さんがおるときはいつもね、消毒液、各席を今日は消毒液置いてます。今日は、あの、大阪市平野区の黒田さんからいただいた消毒を、あそこ、黒田さんありがとう。消毒使わせてもらってますよ、ありがとう。みんなに助けを持って出てきております。ありがとうございます。そして出演中以外はマスク着用でございます。そして何といってもマイクの使い回し禁止。それぞれグループ、ゲストは自分の持参のマイクを使っております。そして団体グループは禁止4人くらいまでとなっております。ゲスト数を広し、人数制限、通常の半分ですね。大変でございますね。そしてもちろん何でも換気でございます。ゲストごとに我々この野崎前公園は換気しやすくなってますので、窓を全開して換気していきたいと思います。大体15分20分おきに換気していきます。そして手作りのハンガーラックシーマンバッチリ置いてますね。もう花さんが横に立ってますね。ありがたいことですね。それはなどなど12項目のバッチリガイドラインを守りながら、野崎フォークジャン熱い思いで開催したいと思います。さあ、いつもならゼリー早川マシスタ、今回もね、残念ながら等身大のぬいぐるみしかないからね、ぬいぐるみお守りやんか久々やな。お待たせします。お元気ですか？いいですか？どうやらその格好で車運転してくれみたいけど、はい、まあ、少し振り向かれたよ。偉いことやったな。お帰りなんか、本当にまた片山ディレクターがおれへんの限って。そうそうそう、片山さん、ごめんなさい。見てくれてると思う。ということで、ゼリー兄さん、久々アシスタントよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本人の姿形も全く分からないからねではまず今日の開催をお願いします。はい、今日は2021年2月21日なるほど、今日時間は忘れてるんじゃないか会場が12時半、会員が1時。これもね、ちゃんと無観客一応時間守ってるね、はい、ゼリーさん、これちゃんと守ってる、ね、守ってますね。そしてここの場所はどうですか？野崎前公園です、うん、野崎前公園は大阪を大東市でございます。 JR が決定して野崎駅でございます。野崎駅を置いてもらって野崎館の野崎前という大東市、去年はね、兄さん、野崎前ですら中止でしたからね、コロナ。ああ、そうです、残念ながら。今年はどうかな、大東市一番夢のお祭りやねんけどね。そこまっすぐ野崎の可能性を食べず、まっすぐ来てもらって左側ですね、野崎前公園の看板が出てます、はい、野崎前公園、よくこれ野崎前公園でやってるか、みんな野外でやってると思うんだけど、そうよう勘違いしてる。野崎前公園の中にこんな綺麗なね、なんていうか、何町よりか分かるけど、おしゃれな多目的道路があるんですよね。ここで毎月熱い思いでやってます。まあ、そうか、コロナなんてこうやって久々だったな。そうですね、まあ、まあ大変よう守ってたよ俺ね。徹底してますよね。だからすごい表彰される勢いあるんちゃうよこれ。ほんまに。さあ、久々のゼリー早川さん、タイトルコールよろしくお願いします。はい、では2021年2月21日野崎フォークジャンボリースタート。イエーイ。うちらくんカメラ固定してこっちでギターの準備頼むので、よろしくお願いします。皆さん、お元気でしょうか。まあ、いえいえ、もう言われるこの環境のコロナでございます。皆さん
心の中で大合唱してくださいませ。さあ、いきなりオープニング2月はですね、友情共演、友情セッションはなんとラキラキの花さん、よろしくお願いしますね。楽しみな共演。さあ、1曲はもちろんここウサギボーグジャーマルのテーマソングを我々スタッフが作りました。オリジナル曲ウサギボーグジャーマルのテーマソングから聴いてください。野崎フォークジャンボリーから、よろしく、ヘイ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 、よろしく、ふぅ、ふぅ、ヘイ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 、you
カメラ来ないからよろしく。カメラ来ない。片山っていうところからカメラ来ないからな。カメラ来ないから。カメラ来ないよろしく。カメラ来ないよ。もうちょっと忘れとかったから、もう完全に自己紹介せずにあのミスよく呼んでたんで今偉いことでございますね。さあ我々語学ライズは2002年1月にギター弾け大賞ボランティアライブ元気いっぱいにできるボランティアライブとして、活動を結成活動をスタートしました、ここ大東市はもちろん大阪市24区大阪は堺市のなる大阪全43市町村もちろん近畿2区4県にあります。これね渡辺君、はい、我々渡辺が深夜バイト俺はあの早朝バイトしてるから日帰りで行けるとこにもちろん音楽で飯食いてないからな、まあ大変やな、まあ、それを今もバイトしながら頑張るの。うちはカメラがすぐ戻ってきてるね。よろしくお願いしますね。片山 D 俺はこんな感じまあ偉いことやな。片山さん待ってますね、帰ってきてよということでございまして、2002年1月から、大阪にこれ全部言うかなにある福祉関係者ですね、老人ホームさんの福祉作業所、デイサービスグループを公民館集会所、お祭りイベントなどあらゆる場所に目を向けて歌っております。今はいつの日かボランティアライブが紅白歌合戦中止中、私が迎えられた座長も務める大東市生まれ大東市歌とギター山野智則とコーラスとギター内田渡る、そしてリードギター内田光、カメラマンもしてます。夢を楽しむと感じて書きまして、それが僕たち音楽ライブ一座でございます。うちカメラにしようか、うちだけカメラ戻ってくれる、よろしくお願いします。さあ渡辺君、今回は渡辺君は熱い思いで、まあ、無関係ございますがあちこちから熱い応援メッセージパッと聞こえてるね。ちょっとこれ解けといてもらっていいですか、はい、あとは俺がやっとくから、さあやりますよ。ちゅうかさ、アシスタントおってよさあ行かさせていただきます。いっぱい来れてますよ。こちらから行きましょうか。残念なことです、去年の11月か10月かな、野崎フォークジャンボリーにゲストに来てくれました、大東市の市民劇団縁の、2月の公演がやはりコロナウイルスの影響で中止となってしまったんですね。今日中止です、公演がありません。延期って書いてありますんで、またいつかすると思いますんで、皆さん今年今実現したいで、この後座長とね僕もさ喋って座長同士の会話して熱い会話しておりましたけどね、もう練習も一生懸命してありますし、ソーシャルしても大変でございますけど、まあ、いずれ延期ということなんで今年になるかもしれません。皆さん楽しみにしておいてください。さあこちら応援メッセージファックスくれております。こちらからいきます。内田君、アップ頼むで、はい。さあこちらこれでます。無学ラインリスナー様、コロナに負けずに頑張ってください。上等区で演奏を聴く機会を楽しみにしていますというのをくれておりますね。上等区ボランティア市民活動センターと上等多分この子が上階だよな。上等部の社協のマスコットキャラクターより遅れてますね。増田さん、熱いファックスありがとうございます。上等部前歌いきたいね。ちなみに我々2月はコロナウイルスの影響15公演中止になってるんですね。残念でございますね。こちら行きます。無学ライブ様、コロナに負けず無学ライブさんの元気で楽しい音楽をお届けしてください。モモッピー職員指導応援しております。応援してるっぴー、また中央区に遊びに来てねー、覚えてますね。大阪市中央区社会福祉協職員一同さん、これでおります。中原さん、バックありがとう。これがどうやら、モモッピーのキャラクターみたいね。これが中央区のキャラクターか。よしよしよし。天宮さん、コーナー開催よろしくお願いします。こちらもこれでおりますよ。無学ライブ一田様、ご出演おめでとうございます。コロナに負けず楽しいライブ、楽しみにしていますよ、これでおりますね。大阪市平野区社会福祉協議会、平野区ボランティア市民活動センターボランティア活動担当を増本さんと菱井さん、増本さん、菱井さん、ありがとう、これておりまーす。これが平野区の社協のキャラクターかな。これちっちゃいけど映るかな。これがココリンちゃんだね、かわいいね。よし、コーナーできたら毎月大阪市24区キャラクター制作させたのかありがとうございます。こちらこれておりまーす。無学ライブ一座は、無学ライブ一座応援しています。無学の歌声と演奏でみんなを元気に、大阪関西日本を明るく照らしてください、覚えてますね。そして心からありがとう、僕らの曲のタイトルですね。門真市社協ボランティアセンター小松さん、くれてますね。小松さんありがとう、あちこちからくれてるな。こちらもくれておりますよ。2月だよ、春はすぐそこ、野崎フォークジャンボリー。無学ライター、コロナにも負けず
早1年、これからも野崎から元気に歌を届けます。コロナに活動と言われてますね。大阪市は稲六、福祉デイゴーム、ラ新社、滝本さん、ありがとうございます。こちらもこれでありますよ。無学ライブ1位だ。今日のゲストは、フォトスアンドマイミスさん、ビスレポーツさん、世界のフクレレスさん、ラキラキアットマークヒューマンノートさん、ちゃんとフルネーム書いてくれてね、ヒューマンノートさんです。さあ今日は花粉に負けずに頑張りましょう。無学さんサポーターの皆さんよろしくです。ウラギウォークジャンプリー、これはですね、ドローンの競技の、ね、チームさんですね。 SGMC 所属、今年こそはマルナさん、大阪市は朝日の職員さんで、これマルナさん、これマルナさんありがとうございます。よし、渡るところ戻ってきてくれ。さあということでございますですね、ウラギウォークジャンプリー、アシスタントってんのよろしく、ここまでございます。よろしくお願いします。さあ、ということで、また今日の大学ホームにどうか皆さんお付き合いのよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。始まりよー。いや、お久しぶりですね。ご無沙汰してます。このコンビネーション久々やね。ほんまですよね。頼むで、もう絶対忘れて何も喋んのも頼むで、司会なくしですね。よろしくお願いします。さあ、今回ですね、まあ、コロナでございますんでね、はい、まあ、順番はちょっとまちまちでございますが、まず友情ゲスト出演のいきなり登場です。おお、いきなり、あの方じゃなしにゃ、いきなり。レギュラーじゃないです、まだ今回。違う。今回、去年も実は2020年の時も2月に来てくれたんですよ。そこから去年は3月、4月、5月でここが閉鎖になって、野崎ホームジャンプではもちろん中止やったんですね。だからちゃんと1年後に2月に帰ってきてくれるんですよ。ありがたいことでございますよ。まあ我々弾き語りとまた違うジャンルでございますね。楽しみでございます。はい、大東市立障害学習センター、はい、アクロスに登録されているグループで地元大東市を盛り上げると頑張ってくれてるんですね。ありがたいことでございますね。さあ1年ぶり、コロナ禍でもちゃんと帰ってくれました。くじ笛と音楽演奏で登録されてるんですね。楽しみですね。よろしくお願いします。ウィスレコードです。今日は2世紀にね、てきましてね、去年は結構雨降ってね、大変だったイメージがあるんですけど、今年は2世紀ということで、気持ちよく演奏させていただきたいなと思っています。さっきメンバー紹介しましょうかね。メンバー紹介します。本来はね、5人とか6人とか演奏してるんですけど、今回はだから2、両席から赤いので、ね、3人来ました。ピアノ、高木よつき。
まあ、口笛がやがてそんなに響くんですね。今回の大好きです。実はですね、2曲目は、どんな曲なの？どんな曲ですね。タイトルは、朝。AKB48 さんの365日の紙飛行機という、ちょっとね、今の季節、まあ、ぴったりかなというような、イメージがあって、演奏したいと思います。365日の紙飛行機、聴いてください。Thank you.
こんなんできたってごめんね。でこれね、守らなあかんルールやからな。まあ、それでもやっぱイベントをね、続けようと無観客でも、やっぱ熱い思いでこうやっていく。こうやって、半年年ぶり同じ2月でね、タイミング。そうそうそう。もちろん人数はね、ちょっと今足りないんですけど、本来ね。タイミングありましたけどね。で、兄さん、久々にね、プチンコエルもまた。いつさん、面白いね。ねえ。よく言ってます、最初。武井さん、ピアノバッチリみたいな感じ。まだ今度みんな揃ってね。そうやな、ほんま共演したい楽器なんで、今共演もできるからね、今一人じゃないとね。まあ、そうだ、来てくれたけど。さあ、ウィスルはもちろんコロナ禍でも、やっぱ練習することが大変と、田中さん聞きましたから。そうね。ね、リーダーとランド言うてると、練習がもうできるぐらいから、ね。やっぱり練習はね。そんな中でもこうやって来てくれてありがたくございます。最高でございました。ウィスルことの皆さんでした。ありがとう。続々登場でございます。なんとうちの野崎フォーグジョファミリーの吉野さんが3月市民の大会があるんですよ。それに向けてちょっと2月にちょっと今大会に向けてちょっと出ていただこうかなと思いましたね。タイトルがですね、市民できる立山を望むというタイトルですね。作者は国分誠一さん。ちょっとこれ難しいんですよ、市民ってね。ちょっと市の意味言ってもらっていいですか、兄さん。40年代のこの名作、立山に憧れて夢にまで見続けてきた、昨日夕暮れ時、山麓に着き宿から眺めたら、ただもやが一面にかかっていて、何も 見ることができなかった。なるほど。今朝日が出て山の姿が現れてきたのに、思わず丁寧に会釈をすると、明らかな雪に輝く連峰が並び立つ仙人のように目前に追ってきたのであった。なるほど、迫ってくるんだったね。あ、そうつまり立山連峰を望む感じの内容になってるね。で今から5月野崎が立山連峰をそうなんで広がるようになると思うよ。あ、さあ野崎フォークジャム大会が3月から始まります、はい、大会上で市民を吟じていただきましょう。よろしくお願いします。私は専門医は長いでやってるのが75年やってるのがハーモニカです。で72歳から市民の世界入って今で8年ということで、おととしは同じような大会で2500人から出発して一応6月の決勝で、まあ災害でもこうどれかな、宝くじが当たったので入賞しまして、ところが翌年は3次予選で落ちました。それで去年はこういうことで1歳まで、まあ、3月からまた6月にかけて、大きい大会なので、まあ、頑張ってやっていきたいなと思います。まあ、聞いてください。
聞きましたよ。どうやら3月から大会あるんですけど、大会スケジュールってどうなんですか？3月の14日と21日が2000人が出発して、なるほど。2週間あの2つに分かれて、1時、その次は4月が、それで6割が残ります。これで4月でのあの残った人たちで、まだ6割残ります。すごい戦いが見えた。で5月が問題なんです。3割しか残らないんです。なるほど。これで6月に決勝が大体、今年300人ぐらいだと思いますわ。それでも300、すごいよこれ。ただこれね、要するに聞いてる、やっぱコロナで去年ともこれ大会できなかったんですね。もちろんですね。で今年これ実現するためにその市民のその皆さんこう大会しようと今頑張ってるらしい。で聞いたらマイクも全部一回ずつ消毒しなくしたりといろいろ考えてらしいね。大変やと思う。大変やと思うよ。けどこうやってね、俺らも違うジャンルだけど、市民のそういう大会をね向けて頑張ってる話聞いたら、やっぱ応援したくなるし、前よりも吉野さんが決勝に進んでほしい。ほんまや。いつものハーモニカ役9月に報告楽しみで9月に秋面でしたよ。大丈夫だ9月で。まあ、あの声の出すというのはやっぱり最高に健康に違いますから。今も前に出したもんね。響いてたもんね。まあ、あのカラオケも3人ぐらいできますし。さっきあのこの報告の前、うどん屋さんで資金1個疑似できたら響いまくってたんでしょ。そうだ。うどん屋の会社がうわっと言ってたらしいね。新庄さんって有名なうどん屋がえらいことやらしい。ガラガラやったよ。銀次できたらしいな。よし、とにかく吉野さん大変頑張ってくださいね。最後の試銀吉野さん、まあ、90歳までここにおりますさかい。90歳までね。今 81.5 ですわ。それもいいねんよ、元気ないよ。頑張ってください。はい、では試銀吉野さんです。ありがとう。さあ、2月の野崎牧場の兄さん、はい、レギュラーズの登場です。兄さん、久々おちゃん、そう、兄さん久々ですね。僕はたまに電話でね、喋ってましたもんね。なんか寂しい、喋ってましたもんね。ごめんなさい、行けなくて、ぬいぐるみばっかりすいませんって。今日は片方さんもおるんだよ、逆にね。まあ、そうやってもう守っていく、よう守ってたでしょ。そう、守ってます、ね、映像見てくれでしょ、いつも見てますよ。調査いろいろ頑張ってたよ。頑張ってます。さあ、ギターゲン、2月もちゃんと来てくれましたよ。今日も人生をギターに飾る山口県下関福島出身、もう人生まさにブルースシーンから。もうえらいことでございます。アパートの一室ゴミだらけ。あるとの声で歩かれたら近い。また玄関から分かれて、ちょいちょいうちのあの事務所にもしもしかるよ、よくなればないね。さあ、この方が登場します。よろしくお願いします。Me.
山根さんと、まあ、
今月あたりちょっと一回でも顔を出そうかなという矢先にこういう悲しい話が知らされて、はあ、今日はあの歌も決めていたんですけど、ガラッと変えて、今日歌のタイトルも変わってしまいます。裏切りの感じ、今日はちょっとオリジナルの2曲を歌います。なぜそんなに死に急ぐのか、まして明日は我が身かもしれない。空を飛ぶ鳥のように、あるなら穏やかに過ぎて行けるのに、人は生まれて定めというなの、目には見えない重苦しい運命、例えば前途悪の道に別れたら、道に行くだろう。許せと思うよ、俺も今はつらい、裏切りのこの中で一人もがいている。酒を飲んでも浴びるほど飲んでも出るは涙、もう酔えやしない。酒を飲んでも浴びるほど飲んでも出るは涙、ちっとも酔えやしない。白いグラマスター多分響いてたと思うしね。ね、今日久々だったね。そうですね。
ポミすげえ。でも、正直、コロナが落ち着いたらね、あのうちのスタッフで出れんから、許可でやめてね、あの岡本さんあの手伝えてこと言ってくれてますから、楽しみやね、リンさんと岡本、頭当たったと思う。全部コロナ落ち着いたら、スタッフ、うち出れんから、手伝えてくれてます。ありがたいな、ありがたいですね。そういう気持ちがあるんだよ、早くコロナ落ち着いてほしいよね。まだスタッフ、ちょっと片山出てくれたら。次、岡本デーブとか言うからね。さあな、またみんなで同じ僕にはコロナに負けて盛り上げていきましょう。正崎さん、今後とも熱い思い頼みますよ。熱いな、熱いな。最高のプロス、自分の今日はオリジャケを見とけからね。ね、オリジャケを見とけでございます。じゃあ、正崎さん、ありがとうございます。さあ、野崎航空ジャンボのギター以外でレギュラーに続々と登場です。この方もみんなお久しぶりね。ちゃんとあの兄さんもらえたら守ってくれたって、ね、塩崎ジョージと山根さんと3人のレギュラー陣頑張ってましたよ、ありがとうございます。今回もちょっとギター弾き当たってもらいましょうか、はい、大都市もあったかいね、あったかい、ね、風はきついね、大都市、ね、換気するたびに風がビューッて裏に向かってるよね。さあ今日もギター弾き当たってもらいましょうか、はい、レギュラー陣です、よろしくお願いします。一人で
さあ、サクサクありますね。ちゃんとあのパイプしてますね。やっとアシスタントよく分かりました。アシスタントですよね。でも直城さんも邪魔にしながらいい。そこで直城さん、コロナが落ち着いたらスタッフまた一人手伝いで出てきてますね。いいでしょう。まあ、だけ多いのもっと、ね、盛り上がっていって、まあ、みんなのそういう、なんかみんなもやりたいと思ってくれるのありがたいですよ。まだ広がってね、素晴らしいね。素晴らしい。ちなみにね、3月も4月も初登場なんですよ、クリスマスと。このコロナ禍で。すごいね。あれあれ。そうなの、立ってきなくてくれてもね。ありがたいことでね。やっぱコロナ迎えたけど、ここ。そうでも、さえてみんな来てくれてありがたい。暑いね。だから、お嬢さんもまだ3、4、5。コロナどうなるか分かりませんけど、もう今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はいつものちょっと懐かしのフォークソングじゃなくて最近の最新の曲なんでね、言い方しましたね。最高でございました。直城さんでした。ありがとう。さあ、野崎フォークジャム2月、はい、有料ゲスト出演の皆さんにまた戻ってきました。レギュラーでもありましたね。今ね、2組で先終わりましたからね。さあ、この前は去年2020年の時は1月新年に来てくれた。はい、当然まだコロナの影響は全然なかったですね。今年は2月に帰ってくる。これなぜかと言いますとね、野崎フォークジャムにもともと6組ゲスト呼んでましたか、はい、兄さん、あの、大手内で4組しか呼べないんですね。あ、今どうしてもその大都市のガイドライン守るには人数制限がありますんでね。だから1月から2月にもちゃんとずれながらもちゃんと今年も帰ってくる。でもありがたいことでございます、ね、もちろんこう地元大都市の生涯学生のアクロス、大東人材分野の登録されて、大東に盛り上げるという気持ちも持っておられるグループでございます。これだけ大東市じゃない方も多いんですよね。非常に面白い。そのわざわざ大東市から来てくれてるんです。ありがたいことでございます。さあ、とまあ1年ぶり、あれもちゃんと登場です。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。石上真由美と、フォークデュオポトスの横田康芳、石上浩一。よろしくお願いします。本当に長い1年、まだ後遺症は残ってますけどね、うん、練習の場を奪われ、発表の場を奪われた皆さんの中で、こうやって音楽ライブに出演の皆さんと関係者の皆さんに、このイベントを、企画運営していただいたことを心よりお礼申し上げます。ありがとうございます。それでは2曲目、井上陽水の夢の中へ。Thank you.
リフレですね。まあ、ちょっと調子が悪い。大阪の、出身の歌手で、五郎さんがいます。で、彼が、まあ、作った歌、応援歌、人生の応援歌ですね。本当に僕らいつもこの歌を聴きながら元気づけられてるんですが、ランナーの嘘と。
君も涙もない人になろう。寝屋川で活動しているグループなんですけども、本来は5
人のチームですが、やっぱりね、皆さん練習来られなかったりして、今日はお二人だけの参戦となりました。でもね、心はね、5人分ということで、力強く歌を届けさせていただきたいと思っておりますので、どうぞお楽しみください。1曲目なんですけれども、いろいろね、迷ったんですけども、やっぱりこの状況だからこそ、皆さんね、画面の前の皆さんも一緒に手拍子したり口ずさんだりしていただけたらいいかなと思いまして、皆さんご存知かなというこの曲を選びました。聴いてください。世界に一つだけの花。
みんな同じ気がする。
もあの2人でいたらよかったけど、嵐って言うと2人気にやってるみたいな。なんか見たことあるもんだから。さあ、嵐も当然コロナの影響ね。大変でしたね。大変です。今も練習止まってます。でしょ。だから、シンガーグループも他も DJ もそのメインも最後。みんな、なんていうの映像同士でなんていうの練習するのが大変やったね。テレワーク的なリモートね、あの練習だけじゃずれてるね、やっぱり追って練習しんどね、やっぱりマーとかあると思うしね、はい、で、こうやってまたね、もらい1年後2月にね、ラキラ帰ってきて、どう実はよかったでしょ、よかった去年入ってなかったっけ、うん、いや、リモート見ました、映像見て、あれ、直接会ってなかったもんね、そういう人が見るんでね、こうやって来てくれてありがたいことにして、本当にいや、またね、また人数でまた帰ってこれたらね、楽しみにしております。そうですね、次回はぜひ5人で帰ってきますので、もちろん我々勝手に乗ってきてファミリーと思ってますすごいなって言ってください、はい、最高な、もう歌でございましたね、兄さんよかった。まだどういう情報調べるのか、いろいろちょっと分かるのか知らない、カラオケ練習頑張って、じゃあ、しますね、踏んでくださってるんだったらね、頑張って、まあ、最後でございます。ラキラキアットマークユーマラトンでした、ありがとう。さあ、2月の友情ゲストしてるのはこの方なんですよ。おなじみですよ。もう何で来てくれてるか。でこのいないというのでもあの人っていうのが分かる人は分かるでしょ、かなりのマニこの方は最初はここから始まりませんからね、出てきはりますんで、ちゃんと来てくれてますよ。この方は、まあ、日本だけじゃなくて世界あちこち、もちろんライブハウスバリバリミュージシャンでございますよ。シンガーソングライターでもあるわけですからね、もちろんね。だからウクレレと弾き語り兄さんもウクレレしますよ。まあ、ね、一応なんですよ。もう名前も送れる感じの名前の人なんですよ。あ去年も、2020年も2月に出ました、はい。今年ももちろん2月にこのコロナがちゃんと帰ってきました。もう出てくるだけでもあったかい感じだ。あったかい感じだ。楽しみですね。よろしくお願いします。来させていただいてて、もう何回目だろう、まあ後で多分
ね、あの山野さんがお話ししてくださると思うんですけども、でも本当にここに来るとあの音楽の力というか原点に戻れるというか、やっぱりこういった、ね、皆さんもこういうコロナ禍で、ね、大変な思いされてると思います。僕自身も本当にこの去年からライブとかずっとできなかったんで、まあ、そう考えるともう音楽されてる方とか大変だと思うし、まあ、音楽に限らずエンターテインメントね、人が集まってそしてショーする方が大変な思いしてるんですけども、だからこそ今何かできることがあるんじゃないかなと思いますし、皆さんもなんかねこうやって心何か感じていただいて、頑張ってね生きていけたらいいんじゃないかなと思ってます、うん。まあ、そういったことで今日もねこういう天気をね感じてなんかすごい幸せだなと思ったし、もう生きてるだけでもすごい幸せじゃないかなと。でやっぱり今大事なのは愛だったりやっぱり感謝という気持ちを込めて、ありがとうという曲をお届けしたいと思います。聴いてください。中止ですもんね。3月から1回もしない。もう
もうあれが楽しみなんだあれだけが楽しみ。大丈夫か黒田さんなんか写真見たらみかんあるから大丈夫。おっとみかんここじゃん。じゃあ寂しいけどね。こうやってここでこう距離を取りながらも、まあ、相手だけでもありがたいことよ。でもそうそうこうやってね。そうやね。この方もやっぱレギュラー陣としてずっと守ってくれてるからね、うん、嬉しいでございます、はい、この方はもちろん地元大東市のギター弾けたり方で、まさに地元でも地元もう全員のゲストの歌聴いた後に被っちゃいけないから被らない歌をしかも歌詞カード見ずにギターのコードも見ずに全部聴いてこれがかっこいいでございますよね。もちろんストリートミュージシャンも一人だからです。大変楽しみでございます。レギュラーでギターからよろしくお願いします。私が最後になりましたけど私もちょっとまあ季節柄の歌しようかと思ったんですけどさっき、今日の昼前にちょっとあの知ってる人から電話ありまして、さっき、ジョージさんが言った、東大阪でやったライブバーの白家のマスターが亡くなったって今話聞いて、私もびっくりしたんですけど、まあ、それに対して、まあ、追悼ってわけじゃないんですけど、まあ、本当は、その人らが好きやった演歌でもやりたかったんですけど、演歌はあまり覚えてないから、まあちょっとしんみりした歌になりますけど、久々にちょっとやらせてもらいます。本当は黒田さんが歌いたかったよねなぜか定まずにちょっとなりますけど
3月といえばこの方、
東大阪市は社会福祉ボランティアセンターと呼ばれております。我々みたいに、音楽ライブみたいに、まあ、生徒町こっちってありますけど、まあ、コロナ自粛中にですね、やっぱミュージシャンがすることがないじゃないですか。やっぱり人前にね。そこでパソコンで音楽作業に飽きくれてるらしいんですよ。え？そんな人いる？そう、パソコンでこう音楽作って。そう、今までしてなかったね。これいろいろこう頑張って、いろいろ作ってるんで、これオリジナル曲作ったらしい。シンガーソングライターで泉さんが来てくれます。楽しみでございますね。だからもう自粛中であまりにもすることないからライブなんか、ずっとパソコンにこうやって音楽作ってほら曲できちゃいまして。面白くね、そういうのもあってね。コロナ禍の中で生まれる音楽とかね、楽しみですね。続いての方は2020年は3月の、そうか、去年3月はコロナ中止で閉鎖やね、ここが。ああ、そこ。ね、そこがもう空いてなかった。2年ぶりに3月に戻ってきてくることもあるね、つまり。2年ぶり3月に帰ってきます。もともとは大阪市社会福祉ボランティアセンターに登録されてまして、その紹介で僕らは出会いました。ギターの弾き語りか、ピアノの弾き語りか、それともハーフのドロロンの弾き語りか、どの弾き語りになるかは当日のお楽しみです。床井梅子さんが来てくれ、2年ぶり登場。そうか、2年ぶりとか何年な、コロナで。何年だ、偉いもんやな。そして初登場です、兄さん。おはい、これが初登場です、アコースティックデュオでございます。ワーズノートというお二人が来てるんです。まあまあ、初めまして、これも情報ない。楽しいやろ。ワーズノート。ワーズノート。弱いな。弱いね。もう、今日言うに忘れたけど、詩吟の時の詩の説明な。大概、こっちみたいに言わんでいい。自分でも分かってて、間違えてるな。そうか、俺よかった、リーザー弱で感じやってんだ。バレてもた。ワーズノートの舞台、男女コンビです。お男女コンビみたいな、女性が豪華です。ワーズノートの舞台、初登場、楽しみですね。そしてこれまた初登場、4組のステージで、何やらですね、ボーカルとギターとダンサーを3人見らっしゃるね。ボーカルとギター、ギターとダンサー3人、面白そうやろ。なんていうの、音楽グループというのか、パフォーマンスグループというのがいいかもしれないね。ドンタコスのお三人が来てくれます。楽しいですね。このクレーターいろんな人いるでしょ。そうですね。で、こうやってフォークジャムファミリーで、だんだんいろんな出会いとね、まだ輪が広がりますんで、もう楽しみでございますね。以上、4組でございます。まあ、3月はね、ひな祭りシーズンということで、まあ、桃の節句でございます。ということで、兄さん気づいた？女性のボーカルもありますね。あ、そっか。そうなんですね、これ。4組ともね。楽しい、兄さん喜んでるわ。桃の節句ということで、ね、女性ボーカルが集まってくるということになってきております。楽しみにしてください。プロさん、ごめんなさい、アシスタントの代わりに。あ、この方が皆さん、今日、消毒液提供してくれたコーナーさんだから、ありがとうございます。風邪やにげえながら、ありがとうございます。助かりますので、シュッシュッシュッしましたから。さあ、ということで、エンディングね、残ってこれてるんですよ。世界の皆さんが。もう唯一残っていただいて。まあ、有料決勝でも最後取れてください。もうありがとうございます。もうこうやってウクライナさんとまずセッションできるのは最高でよかったです。もうタンポリに戦してしまうけど、申し訳ない。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、また内田君。はい。カメラを固定して、自分のポジションにギターを持ってくださいね。よろしくお願いしますよ。これ、うちも難しいね。自分の釣りになるかもしれない。難しいですね。固定してな。さあ、ということで、エンディングはこのくらいでもちろんオリジナル曲。僕が17歳で作っておったかな。頑張らなきゃって。曲なんですね。今から1台してお手本見ます。私のまあお手本がうちマリオとお手本ですけど、こんな感じで世界にくれたら聞いてくださいね。せーの。頑張れよ、頑張らなあかん。そう、頑張れよ、頑張れ、頑張らあかんと歌っていただいてですね。兄さん、久々やろ。その楽器ないやそれ。頼むで、ポン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 叩いてやるから。よろしくお願いしますね。さあ、皆さん、最後盛り上げてください。残念、ゲスト全員も帰っておりますが、福礼さんも残ってくれてますんで、一応このメンバーで最後はね、で、こんな誰にも怒れんと言ったら、初めてだったな。長年先生が。ある意味斬新ですね、これ。そやな、あれ意味だよな。もうストレートでもセッション楽しく怒れた。昔やったんだろう。さあ、これもやってこましたね。でも、そう、古い好き。俺らもじゃないと何度も聞いてもらったからね。じゃあ、最後、野田君は2月、盛り上がって、キュレーマスカーGambare, gambare, 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 gamb
Yeah.